はい、今日は美味しいご飯の炊き方をやってみようと思います。はい、まず釜を用意します。でご飯ですね、お米やっていこうと思います。これ1キロなんで、もうね、僕いつもね、米はね適当なんですよ適当なんですよ。こんなもんか、半分ぐらいでね、500グラムぐらいか、こんなもんですね。で洗っていきます。で今のもう、その今の時代のお米はもうちゃんと、もう精米っていうか、洗えているんで、そんなにね丹念に洗わなくても大丈夫です。でもう洗ってもこの白いのが出てくるんで、こういう白いのがね。でこれはそのお米のそのタンパク質というか、タンパク質で言えばなんだまあいいや、水溶性なんで、お米のね、ドアスでしたと。どんどん溶けて出てくるんで、これはずっと洗ってると、もうスカスカのね、お米になっちゃうんで、もうこんなもんでいいです。今ぐらいでいいです。で、この手のね、水の分量も、お米の分量も、僕はいつも適当です。で、これでね、大体、ぴったり合うんで。で、普段はサラダ油なんだけど、もうないからオリーブオイルを入れていきます。こんなもんでいいです。ちょっと入れすぎかな。オリーブオイルね、ちょっときついから、本当はサラダ油の方がいいです。で、ひまわりオイルが一番いいかな。で、これなんのためにやるかっていうと、炊き上げた時に、米と米がね、くっつかないように、しゃもじに米がつかないようにですね。米と米がちゃんと離れていて、なんですか、美味しそうに見えるということですね。で、塩。はい、塩ですね。塩。味塩じゃなくて普通、今ぐらいでいいか。はい、これぐらいですね。もう大さじ、その耳かき一杯分ぐらいでいいです。これはまあその味を整えるっていうか、まあなんていうかな、まあ甘さを増すというか、それぐらいのためですね。で、今日はおまけ的に、この鯛の頭ですね。この南都市場券で半分に切ったやつを買ってきました。で、これをね、こんな風に、だしですね。だし。でね、鯛の頭でね、やるの初めてなんですよ。で、こういう、なんていうかさ、その、軟骨とか、身とかね、脳みそとか全部、血抜きもしてないんだろうな、これ多分。血抜きもしてないですね。もうそのまま入れます。で、だし取りですね。だしのために、入れていきます。はい。はい。よっ。はい。で、心配なのは、この辺にお鱗が少しまだ残ってるんで、それがね、炊いてるうちに、こう、ぐるぐるとね、ご飯に混ざると、嫌だなぁと思うけど、まあ、めんどくさいし、自分しか食わないから、このままでいいか、という、感じです。はい。で、みりんとかね、もうあえて入れないですね。めんどくさいで。まあ、あくまでも、その、鯛のね、鯛汁、鯛の、その、出汁をね、楽しんでいこうかなと。いったところですね。はい。で、これで早炊きにして待ちます。はい、出来上がりを待ちましょう。はい、楽しみです。はい、美味しいご飯炊けたようなので、釜をね開けてみようと思います。はい、じゃあ釜開けてみます。めちゃくちゃ緊張するな。鯛がどうなってるか開けてみようと思います。おー、曇る。あ、いいんじゃない?いいんじゃないの?いいんじゃないでしょうか。うん。匂いもいいぞ。いい匂いするぞ。あー、やっぱオリーブオイル、これオリーブオイル色かな?すげえいい匂い。すごいね、出汁が、
出汁がね、出汁が、よし、よしよしよし、いや、いい感じっすね。裏返した方が食べやすいか。裏返そう。よし。わあ、このご飯の色最高だな。これさ、オリーブの色じゃなくて、タイの色だね。この色は。タイの出汁の色だ。うわ、すっごい匂い。すごい匂い。よし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 。よし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 。いや、全体的にね、タイのね、出汁が。よし。こうして。よし、これでよしと。あとは粗熱を取っておくか。明日の朝飯としてね。で、こうして、塩がね、混ざってるんで、少しね、日持ちもするし、あとご飯、油が入れてるんで、あと鯛の油もね、あると思うんですよ。だからこうやって、ご飯とご飯の間がね、こういう感じで、くっつかない。わかります？わかります？はい。よし。ちょっと炊けすぎたな。0.5 キロは多いのか、一人だと。